こんにちは、ブルーホースです。ということで、今回もやっていきましょうか。ゼルダの伝説、時のオカリナ、はい、ウィーでございます。ということでね、カカリコの村に向かっててね、二つの成績を取りなさいなんてことをね、命令されているんですけど、そんなことはね、もう私がすごいことで、もう関係ねえ、関係ねえって。ということでございますので、まずは向かうべきは、生まれ故郷じゃない、生まれ故郷ではないな、育ち故郷って言ったのかな。はい。育った町に帰っていく、町じゃねえな、森だ。帰っていこうと思います。はい。まあ、何かっていうとですね、元カノに会いに行くって、ね、じゃあ今カノ誰だって言ったら、そんなの内緒っすよ。っていう感じで、今からね、まあちょっとね、いろいろとこの先やっていかなきゃいけないところがあるので、おー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 、沢になって踊ろう。ラン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 。あと出てくる。出てきた。おい、なんか広がってんでいい。意味はできないかな。残念でした。というわけで、ほい、よいしょ。そう、まあ、元カノとか、ふざけた、あいつらめっちゃ、ふざけたこと言ってる場合じゃなくて、普通にね、歌サタリアの歌じゃなくて、なんだっけ、サイの歌だったっけ。それを、学びに。あるじゃん。よしよしよし。で、こっち進んで、今回はあれだね、迷いの森探索編みたいな感じ。よく耳すまさないと、もうあんま覚えてないからね、ここもね。あ、ダメだ。もこもこもこ。一回なってた。あ、これでどうだ？王家に伝わられて、まあ、迷いの森に迷い込んで戻れなくなったこの発見がこれらしいからね。テレの曲とちょっと違うね。テレの曲が良かった。どうやったら戦えるんだっけ？違う、大人になってから戦うんだ。ここまだ無理かな。この高さは平気なんだな。おお、アキンドな。間違えた。あのね、RZ、ZR とね、R をね、押し間違えちゃうんだよね。ちょうどいい位置にあるからさ、トロビー。あ、お前、マジで？お、いいよいいよ。もっともっと。残り5ビンなんとかしなきゃ。こんなのあったね、そういえばね。もうさっぱりこっきり覚えてないけど、さあどこに行ったらいいんだってかね。ゼルダの伝説をこの作品から入った人間だったね。すごい懐かしいというか、これで、マックスのゼルダかな。何章も何章もやり込んでね、めっちゃ当たったマックス、あれが光り続けてる。やるー、お前すごいっぴー、100パ100チョッピー、そんなあなたに素敵なプレゼントやるから持ってくっぴー。あれだな、森の人間だったからすごいみんなが優しくしてくれるよね。あった、これで金袋50個まで入るぞ。で、ここにおい、現れた。こうやるとそのお金で僕らの曲についてきな。まず僕からいくよ。したねだね、ひひ、もう一回やろうよ。やる。なんで今下押したのに間違えて左になってた。いく。あ、難しなってる。パーパーピー。
下上へ、左下上へ。おお、これでなかなかいいセッションだったよ。ユーユーシーシー、これ受け取ってやる。1ルピーだけ？これなんか最後までいったらなんかあれもらえるとか。おーびーえー、最後までみたいな、あったりするのかな。セッションだったよ。優秀の収集、これ受け取っていい？うん、だよね。もう一回やろうよ。いいよ。このオカリナで僕らについてきてよ。ちょっとテンション、あ、テンションじゃない、もうちょっとセッションのスピード上げれないかな。同じ音が被らないっていうのはね、なかなかわからないんだけど。順番がわからなくなる。こうキッズが大量発生その日。20ルピー。4回クリアしたら、さらに赤。最後まで行くんだ。上下右下左下上下左、じゃあ右、危ない。上下なかなかいいシュッシュだよ。これでやった、ありがとう、受けた。またいつか遊ぼう。やっぱハートのかけらを集めるのって、あの3つ目になってくるとテンション上がるっすよね。おーおー、なんだろうだ。おーい、こっちだよ。ほほー。ブルーホースの、またあったの。わしの話を聞き、ほほー。この迷いの森を抜けると、そこは森の聖域。訪れる者もめったにいない聖なる場所なのじゃ。おや、何やら不思議な調べが聞こえてくる。お前も耳を澄まして聞いてみるがよい。カンチューロー。いや、いいです。このお前に勇気がある。森を抜けることもできるじゃん。森から聞こえる音を頼りに行きなさい。ほっほー、頑張るよ、ね、今ね、イヤホンから流れてきてる音がね、ちょっと小さめだからね、わからないですよね。さあ、どうなるか。OK、俺が思ったら近づく。あったまは何を言ってくれるかい？呼ぶんだっけ？チッピー、開け直します。なんかなかった。あー、ほい、ピッ、やー、キリキダン、マイチャッピー、1分15ピー、欲しいピー、開けないですね。そんだけか、ここは。残念。なんか初め、あの、久々にやってみるとあれだね、なんか不思議なあれだね。覚えてないの。残念。あとはね、マップを見れば。
あ、じゃあこれ今いらないと。で、いけ。キャラクターじゃないの、ゴールじゃないの。なんで今 A を押さなかったんだ。あ、おいでよ、おいでよ。なんだ、なんだ。後ろを振り向きざまーショット。おしまいっと。目もハートもよくしやがらねえ。なんてやつ。そんなことはどうでもいい。目が欲しい。さあ、サリアは抜けに来たわけでしょ。おめえ、どんな武器持ってんだ。危な。わ。え、でもねえ武器を持ってる。今回の目的はこれでございます。入り口のところで吹いたらなんとかなるのかな。もう一回行ってみようか。上手上手、うまいうまい。この曲忘れないで約束だからね。私の声聞きたくなったらサリアの歌を吹いてね。いつも話せるから。あれなのかな。キャラクター、まあ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 、A のあれになったら大丈夫かな。サリアの歌を覚えた。で、いいシャボシャボシから普通にまた戻っていかなきゃいけないので、帰り道で敵が復活していたらどうしようと思うけど、登る登る次はロー、ここに来て妖精を、あのこの特許化シリーズ、特許化シリーズが特許化した方を、あれだ、ゴジラの仮面の妖精はマジで無敵だから、
おい、なんだろうな。イタリアからオカリナの歌を教えてもらったかな。そのメロディーは不思議な力を秘めておるようじゃ。この入られるまだまだそんな不思議なメロディーがあるかもしれんの。このオカリナを C で構えた時、メロディーを一つくれましたので楽譜が表示される。お前の知ってる曲を見るがいい。楽譜が表示される時に覚えてみるのもよかろう。ほほほー、待てな。ちょ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 、 B を押してもあれなんだよね。 A って判断だよ。メロディーは相手モードのオカリナが目に来るからよく覚えておきます。これある。じゃあ、もうこっち行っても多分戻されるから戻りましょう。戻ってきたところをさらに戻る。で、さっきの左で遊ぼうぜ。もう覚えてない。ひどいひどい。幼馴染のとこを速攻で忘れるっていう。なんかあれ、お前は偽物だとかって戦うとかその子で、ああ、テレビしてるんだな。じゃあ僕らと私は君にこれあげる。なんだ。あ、やった。ありがとう。これにあげる。ああ、これ、ああ、これは使うの。ああ、次の作品でとんでもないことね。じゃあサリアの歌もゲットできたし、こっちは行きたくてあんま意味ないし、はい、行きましょうか。痛い。屋根に飛び乗るワイルディー。あれ、もう帰ってきたの、リンク。何だったんだよ。僕の貴様はお亡くなりになったのに、あなたは自由ね、ほんと。そう、闇言われる。そんなこと言うなよ。制作知ってる？制作じゃあ、 あれでしょ、3編のあの長田が引っ越してたでしょ。目の前にドクロ、ドクロが現れたら、いくらこいつもね、引っ越しって同時に出ちゃうじゃん。汚い、そういうんじゃないよ。まさか今、レディーたちがたくさん見ている。このままあのアイテムを取れないまま行って大丈夫？この子のスコープってあんまり来るってないよね。これあれなのかな、なんか爆弾とかボコボコボコってやったら穴が開いたりとかするこういう仕様のか。ゾーラの人ですね。よし、夜侵入した後って多分面白くないから、あれか、今日は夜閉まるもん、ね、じゃあこっちを。あれ、なぜかブロックがなくて、こっちからやってる。あー、お城がすごい上がってきてる。お城が上がってきてる。出てくる。あー、お金はお金。よっしゃ。よし、じゃあかかりこ村行って、かかりこ村でいろいろとやるべきことをやっていきましょう。集まってる、こいつら走り回ってるだけで本当何もしないもんね。あまちゃん、あ、ダメだ。ここはまだ、ああ。お、え、あれじゃ今すばからこの立派な村、え、この立派、俺を立派なものにするために雇る大工の親方。最近のやつは根性がねえ、そうまねえか坊主。うちの若えのはうるちょのことばっかりじーっとも仕事進まねえし、俺っちの吸い殻なんて前に仕事もしねえ。ブラ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 、ねえ、あんでえだろ、おい。ガラッと走る。ブラブラ、困ったな、何についてる。そう、そんなことにかけないで、あ、いないの。じゃあとりあえずまずやるべきは、あ、そんなに羽まくらっかして大丈夫、あげんねん。そんな羽まくらっかしようって入るんだ。
卵アレルギーなの。卵アレルギー？リアレルギー？あ、よくわかんない。そんなの。ナビーがずっと呼んでる、無視してる、ごめん。あ、投げるこの時点でステップにあるって言うから、ね、あるこんだけ脇役だったけど、次の作品でね、とんでもない大出世をね。いや、あ、無理だね。どうしたらいいかな。一回なんか建物の中に入っちゃうとリセットされるというのがないんだったら全然喜んでたい。どうなんだろう。ボーリングアタックを普通に破壊できる。いいよ。いいです。ここらは行って。行けようとかね、指示、あのアドバイス等とかね、コメントの方でいただけたら、それを聞いとってやっていきたいなと思ったりしなくもなくもないんですけど、はい、じゃあ、はい、おぉ、やりましたー。行けねえのかよ、無理だった。あ、でも戻ってないね、大丈夫。あれ、じゃあでも、裏ってどうやって行くんだ。こっち、どこ、どうやって行くんだ。マジで思い出せない。登って、バッテンで降りる。いや、あんな届くような距離じゃん。あるめえしな。落ち着くために降りる。ああ、そういうことか。いや、無理、いや、無理、無理、無理。こんなところまで、あの、鶏を持っていくことができない。見られてる。あ、あいつか息子って。あら、行くよ。無理だね。いい
届かないんだな。カット行きたい。カットここか。カットル村。行けなかったっけ。連れて行く。よっしゃ。どこのやつかわかんないけど、で、連れて行く。左から行くんですか。行けない行けない行けない。飛んでっちゃうみたいな。あ、だから急いだ方が下げる。よし、最高か。一緒にブラを飛ぶ。よし、吸収と吸収。はい、2羽には2羽に鶏がいる。ニャ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 。ありがとう。私こっくりされてくれはらたっちゃうの、ごめんね。もうじゃあ鳥を育てるんじゃねえよ。キラキラしてきれいでしょ。カラチッチャー空き瓶、何かとバンリー。もう一つで、あんなかっこだな。よし、カマが走ってる。手が長いんだな、このカマ。アンペイさんとのなんかミニゲームがあるの、どこがいいとこあったのかな。ここは確か動く。草刈りをやったらね、探偵さんも喜んでくる。あ、虫とか手に入れとく。虫虫パニーパニーベニワニー。えい、あら、これだっけ。なんかどっかに虫を入れた方がいい。あれは何か。ダンペイさんに怒られると、破壊石を動かそうと思ったらダンペイさんに怒られるだすって怒られたりするんですけど、大丈夫ですね。やった時にはもうあの子供にとってはトラウマなんだよな。ここで初めてキースが出る。じゃあ一旦こちら。はい。
ゼルダの伝説あるある、あの1回目の吹いた曲があの反映されないっていう、あんま怒らなかった。多分なんか宝が出てくるはずなんだけど、この両方に火をつけると、だからもういいや。あー怖いっすよ、こっから。ピャー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 、このやろう、この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 こっちね、マジックしか出さないからさ、魔法しか出さないからね、今倒したところで何のあれにもならないんですね。残念でした。また来てね。うるる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 こんなところに何か書いてある。今日で秘密のメロディー、放送をこうちょっとね入れるというね、あの夜になったー。断平が出てくる。断平が出てきたらさ、墓石のあれができるんだよね。あの墓盛りなんかゲームとか。あれ、いまだにそのどこを掘ったら、あの、なんだっけ、いや、復活してるし。死なないの？おい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 、怖い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 。私、あなたに手出さないです。だから怒られた。よくもやってくれたのに痛かったぞ。痛かったぞ。磨いて。はい。ぼっち。ああ、ぼっちもぼっちぼっちでんな。どう、断平さん。これどこでやったらいいの？え？断平さん？断平さん？ほら、ポーズ。いたずらすんでねえの？オラは墓守りの断平だ。顔は怖えが悪人じゃねえぞ。次にもオラのバイトの CM させてもらうだ。墓守り断平のドキドキアナコリッツは何が出るかな、何が出るかな、撮ってみてのお楽しみ。ここ掘る？いや今いいっす。はいどうも。いや動かしていいのかよ。てっきり怒られるかと思ったけど、これ後ろに、これ今開けたらなんか手に入るけど、あ、入らんかて。あ、やった、ただだ。70ルピーくらい集めなきゃいけないと思った。ただで手に入った。怒られなかったね。え、ここに、あ、ここにあれか、断平の墓が追加されるっていうことなんだ。っていうことなんだ。全然怒られない。あ、ちょっと待って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 、いらんの出てきた、いらんの出てきた。ちょ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 、どこ行った、どこ行った、めっちゃめり込んでった。断平普通になんかやってるけど、あああいつかーみたいな感じで、いやー、あーこいつあれだね、注目すると消えるんだよ確かな。あ、まだ生きてるのか。ってのいい、悪い。一応、売るとなんか、あれなのかな。あ、いや。どこで、あの、穴掘りして、あれなのか、よくわかんない。え、あとなんかどっかなかったっけ。あ、あんなところ、あ、でも、あそこあれか。今取れないな。ブーメランがない。無理だ。うわ、ルイージ出てきた。ルイージ、ルイージめっちゃ沈んでってる。めっちゃ沈んでった。ルイージとマリオと。マリオ、マリオ、おひげがマリオ。あ、ちょっと
あ、ルイージ。ルイージめり込んでんの。いや、あ、ちち。このルイージ、このルイージ、ルイージの靴下、ルイージの靴下どこ行った。いや。あ、どこ行った、どこ行った。この兄弟あれやな、なんか。テリア兄弟。わしゃ、えい。もしかして、こいつの魂を売った方が。ちょっと待ってね。あ、そうか。よいしょ。あ、でも、ルイージ、あれだな。タッチ微妙そうだ。ま、マリオに。あ、なんだ？おぉ。なんか、あの、何を喋ってるかも。なんだお前か、太陽の歌を兼ねてるか、以前にも話してほしい、その歌は昼を夜に、夜を昼に、昼にあつれる歌である。悩みではお前に太陽の光を与えることもある。試してみよう。あーざすー。ただただ虫を失っただけっていうね。じゃあ特にもうぼちぼちでんなーは別に何もないでんなーかな。で、あのなんか断平ちゃんの真似をしている子はいねえのかな。まあ、いいや。よし、読むか。赤森の日記がある。あ、いやいや。あれを打ったらビヨーンって伸びたら死んだらするから。面白いから誰にもやらん。7年後俺がもらい受ける。7年後か。2031年うるさいか。40代っす。じゃあ30代最後の年だな、今から7年後って言ったら。まあまあまあ。30代が一番楽しいって言ってる時期ですからね。なんか皆さん人生の先輩たちにいろいろと話を聞いてみたら、まあ、それを信じて僕は邁進していく限りですよね。はい。で、夜は夜でなんかあんのかね。あれをドシンってやったらなんか、なんか寝てるやつ。おぉおぉおぉ、手前に降りて。あ、いた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 、こいつこいつこっちに出したから。ハートハートハートフル、ハートフルな無駄じゃなくなってる。あと3つ欲しい。おう、あ、喋れねえ。喋、あ、喋れる。夢どうだ。嫌なやつだ。おめえもきっと嫌なやつだ。おめえが一番嫌なやつだ。で、こっち入っていく。なんだかんだで40分くらいやってる。すげえボンバーヘッドや。そうや、この村は初めてかい。この村はね、インパ様って方が私たち貧しい者のたちのために解放してくださった村なんだよ。まあゆっくりしていきな。料理はまだだけどね。仕事は半人前です。飯だけは一人前以上だ。すっとかっこいい。あいつか、息子って。なんかべかべか、もう18時3分よ。ご飯食べましょう。見てよ、坊や。私の白上の指がもうボロボロくす。あれ、あと一匹いないぞ。よし、じゃあ、村じゃなくて、あ、じゃあデスマウンテンの加工、じゃあ登山道か。これで終わりにしようか。この先は通行止めだ。この看板、ん、そうか、子供に言えない。クソ生意気な、お前。お前みたいなやつがいるからな、ガノンドロフ倒せねえんだよ、バーローメン。確かに、ふむふむ、何より、この者、ブルーホースというもの、ハイラルを救うため、我が使命を受けし者なり。はっはっは。姫さん、またおかしな遊びを思いつかれるものよ。まあよかろう、通るがいいよ。気をつけていくよ、勇者くん。はっはっはっ。確かあれだ。で、これで勇者くん、スモンテに登るなら国の盾を飛びした方がいい。何しろ、火山だからね。もしハイラルの城下町へ盾を買いに行くなら、いい店を教えてあげよう。何でもやってみせた。私の城下なら普通よりきっと安くしてくれ。その代わりと言ってはなんだか。最近城下町にオープンした話題の幸せのお面屋をしてるかな。うちの坊主に流行りのお面をせがまれているのか、あいにく時間がなくてね。ついでに買ってきてくれないかな。いや、ダメならいいんだけどね。仕方ないような仕事だし。ああ、ただ立ってるだけの安い仕事だけどな。これ、あ、そういうこと持ってたら言ってるだろう。まあいいや。じゃあ、ですね。あ、でも、そっか、サリアの歌が必要になってくる。あ、んで、あれだ、間違えた。ごめんなさい、すいませんでした。お許しください。
ていうところで、はい、今回のねパートは以上とさせていただこうというふうに思います。まあサクサクっとね進んでいるかなというふうには思うんで、ぜひ許していただけたら幸いです。許していただけたらって何なんだって話なんだけど、はい、じゃあデスマウンテンの登山道まで来たので一旦この辺りでね終了となります。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録よろしく。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。